Bonjour! オンライン フランス語学校、Ensemble en français 講師のヴァネサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。誰かに親切にしてもらったとき、お世話になりましたと言いますよね。フランス語にも似たような意味で使う表現があるのですが、さて、一体何と言うんでしょうか。 Merci pour tout.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  すべてに対してありがとう。あなたがしてくれたすべてのことに対してありがとう。という意味で、お世話になりました。と同じような意味合いで使うことができますよ。ぜひ使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!